どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。とでも言うのだろうか。今回は劇場版、本当にあった呪いのビデオ100。はい、ということで、1999年から続いております、心霊ドキュメンタリーの金字塔、本当にあった呪いのビデオ。これがですね、100本目を迎えまして、この100本目を記念して劇場版になったということでございまして、今までも何回かね、劇場版、本当にあった呪いのビデオ、本呪ですね、略して本呪は、劇場版あったんですけれども、100本目記念ということでございまして、誠におめでとうございます。はい。はい。ということで、僕はですね、本呪ガチ勢じゃちょっとなくてですね、99年以降から始まっているこのシリーズ、ちょっと遅めに追いかけたというか、というのも僕、リングね、98年か、リングを全然ね、見たいのに見れない、怖すぎて見れないみたいな状態だった時に、いとこが、その時にね、その心霊系にハマってまして、で、本当にあった呪いのビデオを、ゲオで借りて一緒に見るみたいなことを、よくやらせてもらってたんですね。で、当時心霊写真だとか、なんかね、ウェハースに入ったね、なんかね、稲川淳二先生のなんか怖い話とかいろいろこう、なんかね、ちょっとブームというか、やっぱ J ホラーがね、火付け役でリングがバーって来たもんですから、J ホラーブームバーっと来て、その時に僕はですね、本呪に出会ったということでございます。はい。でですね、この本呪、ずっと実は追いかけることができておらずですね、おそらく20作ぐらいまでは、見てたんですよ。で、当時中学生時代で、友達と、借りたりとかしたり、その時に白石浩二監督の呪いとかに出会ったりしてるんですけども、これ僕白石浩二監督とおまけの夜で初めてお会いさせていただいた時にですね、この本当にあった呪いのビデオシリーズの白石浩二監督が担当してる、ムービーがワンツーあるんですよ。で、これがめちゃくちゃ怖いっていう話をですね、会った時にさせていただいてまして、で、僕これいろんなところで言ってんだけど、当時本当にあった呪いのビデオをね、いとことおばあちゃん家で見た時に、VHS を止めたら、そのブラウン管ね、消したブラウン管にですね、本当にその本呪に映ってたその霊、男の霊、電車でね、の中で映った男の霊が、反射して映ってたみたいな体験をね、錯覚なのかわかんないですけど、しちゃったんですよね。で、そっから僕はやっぱり忘れられない、作品でございますし、本当にあった呪いのビデオは、ね、そっから、しっかり厳密に追っかけてるわけではちょっとないんですけれども、思い入れがある、作品でございます。はい。で、池袋ロサで、見させていただきまして、今ね、16時50分の回、1回きりで、毎日やっててですね、ちょっとね、なかなかちょっと僕も時間が難しくて、やっぱライブが入ったりとか、別の仕事が入ったりとか、ちょっと絶妙でね、午前中とかにやってくれたらいいんですけど、なかなか行けなかったんですけど、なんとかこじ開けて、行かせていただきました。で、結論から言いますと、見終わってから、鼻詰まりが止まりません。はい。くしゃみが止まらなくてですね、呪われております。はい。でもね、非常に楽しい体験をさせていただきまして、見終わったね、大体ね、40人ぐらいかな、いらっしゃって、カップルの人もいたんだけど、ほとんど男性の個人一人でね、見に来てるファン、多分、ほんののガチファンだと思うんですけれども、僕の前後にも、ね、男性がいて、僕よりちょっと上ぐらいかな、で、やっぱね、いいっすね。見終わった後、やっぱエンドロールが終わった後、バーッと明かりがついた時に、やっぱこう目が合っちゃうというか、ちょっとね、お互い、ちょっとニヤニヤしちゃってる感じ。ニヤニヤしてて、あ、呪われましたな、お互い、みたいなね。見ちゃいけないものを見ましたな、みたいな。あー、これが本呪を劇場版で味わうということかという醍醐味をですね、なんとか滑り込みで、体験することができて、本当に良かったなぁと、個人的には思っております。はい。で、これからね、僕感想をちょっとね、言っていくと思うんですけども、いつにも増してですね、全く構成組まず、もう思いの丈をね、ガンガン、喋っていこうかなと、思っております。はい。で、言っちゃうとですね、もう、本呪、見たことある。100本あるからね、全部終えてないって人でも、見たことあるとか、もしくはJ ホラー好きとか、ホラーが好きっていう方は、絶対見に行ってください。はい。これが、今日僕がお伝えしたいこと。絶対行ってください。僕はね、後半、恐怖と感動で、不思議な涙が出そうになるぐらい、相当、パワーがあるというか、話的にね、もうその、内容的にすごく、グイグイ押してくる圧があるタイプの作風じゃないのに、引きの、粋なね、中村義弘監督の引きのなんか粋な、ホラーとはこういうものだというですね、まあ、見せつけられたというか、その感覚が未だにやっぱちょっと拭えないというか、尾を引くような、うわーよかったなーと、僕は終わってからもですね、感動して、帰りながら、歩きながらね、本当にそれを反復するような、いい映画だったなぁとね、噛み締めながら帰るような、そんなね、素晴らしい映画だったので、ちょっとでも興味ある方、ぜひね、これ劇場でぜひやっぱり行ってほしいですね。もちろんこの呪いのビデオ、このシリーズ自体はオリジナルビデオとしてね、レンタルビデオ屋さんを中心として、普及されていったシリーズなので、家で見るっていうものが、まあ、本来はまあ普通というか、スタンダードなんですけども、やっぱり劇場版でやっぱ出れない、途中で止めれない、その空間でこの作品を見るということがやっぱ非常に大事だと僕は噛み締めましたので、ぜひですね、すぐ劇場もう多分残り少ないから、絶対少ないから、行ける方ぜひ行ってもらいたいと思います。で、これから話すことはですね、まあネタバレ、革新的なネタバレはまあ避けていきたいと思うんですけども、本来であれば隠すべきようなことも多分言っちゃうと思います。そうじゃないと僕の今、この感動というかね、感情は伝えれないと思うので、ただ、それを聞いても別に、見に行って面白いとは思うので、全然、これ惹かれないというか、よく知らないという方は僕の話聞いて帰っててくださいよ。で、ぜひ、劇場で見てください。ちょっと鼻噛みますね。すいません。で、このですね、僕の、幼少期というか、少年時代、をですね、相当ショックを与えた、この本当にあった呪いのビデオシリーズということでございますけども、初期のですね、構成、そして今にわたる最新作までナレーターを務めております、中村義弘監督。この方はですね、ゴールデンスランバーとか、アヒルとカモのコインロッカーとかですね、伊坂幸太郎さんの原作をよく監督で手掛けておりまして、伊坂幸太郎原作ってすごく映像化しづらいと言われていたんですけども、中村義弘監督にはですね、その映像化ができるというふうに、当時からすごく評判だったんですよね。だから邦画ファンというか、基本的な映画ファンといたしましては、その認識がまあ、基本的には強いというか、その印象なんですけれども、何を隠そう、この中村義弘監督はですね、99年の1本目からシリーズの構成をしっかり、まあ、演出、されております。で、さらにナレーションですね。で、僕が、最初に言いました、とでも言うのだろうか、とか、あと、まあ、一番有名なのはですね、お分かりいただけただろうか。この名ナレーションを務めているのも、中村義弘監督でございます。まあ、これはもう本当の知らなくても、なんかね、パロディ的な感じでなんとなく皆さん知ってると思いますし、僕もさっき言いました、中学時代にですね、この本当の見たときに、当時、おばあちゃんが持ってた DV のテープが入る、ホームビデオ用のカメラでですね、まさに実家のこの僕の部屋で、撮りました。パチモロ本当にあった呪いのビデオをね、いとこを交えて奥のね、窓のところに母親をね、立たせて、で、こうやって普通にホームビデオをやってる流れで、うちの母親をパッと映して、それを編集でスローにしたりとかリプレイって出して、お分かりいただけただろうかってナレーションを吹き込んでみたいな、本当にだから僕の、J ホラー体験と言いますか、その体験のもう本当ね、原点にね、当たる作品でございますけども、で、まあ、もっと言うとですね、J ホラーファンにはおなじみ、ザーンへ住んではいけない部屋、これを撮ったのも中村義弘監督なんでございますね。で、このですね、まさにこのザーンへ、見た方、わかると思いますけれども、あれはね、現代劇ですよね、基本的に。ただ、まあ、住んだ部屋にですね、なんかまあ、ザッザッと畳をね、する音がするみたいなところから始まって、どんどん深掘りしていくと、昔ここに何が立っていたのかということが分かってくる。どういう忌まわしい事件が起きていったのかが分かるという、手法ですよね。プロットとして。で、どんどんどっか地方とか行ってね、屋敷に忍び込んでみたいなところまで展開していくわけなんですけれども、もちろんこの、ザエ、住んではいけない部屋は小野冬美さんの原作で、竹内結子さんとか橋本愛さんとか出ててっていう劇映画。作りとして劇映画なんだけども、プロット自体はとても本のろとすごく近いんですよね。投稿者から送られてくる不可解な映像というものを、ディレクターたちが調査して検証していく。それが、ザエにとってはですね、竹内結子さん演じる私がですね、まあ小説家、ホラー小説家で、いろんな怪談を募集して、手紙を募集してる。で、その手紙を橋本愛さんが送って、あれ、この不可解な現象他でも読んだなと言って他の手紙を漁ってったら確かにあって、でもそれは違う部屋で、っていう風にどんどんこう、ドキュメンタリー形式と言いますか。はい。マスコミ的なね、はい。記者が、過去を調べていく。どんどんそうするとこう、もう本当に凄まじい壮絶な過去、恐ろしい過去が分かっていくというこの構成自体が本当にあと呪いのビデオに非常にまあ似ているというか、はい。なので怖がらせ方というか鳥肌の立たせ方みたいなものは、元祖と言いますか、中村義弘監督の中では原点としては99年の本物であるということが一つ言えるんじゃないかなと思っております。はい。で、今回の100本目はですね、この中村義弘監督が、演出、構成をですね、カムバックしてきたと。確かね、初期の10作品ぐらいしか、7作ぐらいかなしかやってなくて、それからナレーションだけで他は若手に任せたんだけども、100本目というアニバーサリーということで、中村義弘監督自身が、演出構成をするし、さらにですね、監督自身もまあ出演している。はい。で、この本当にあった呪いのビデオ、まあ、僕も初期シリーズしか見てない上ででございますけども、この作品をですね、ナンバリングをまたいでいく面白さがあったんですよね。まさに僕が、見た白石浩二監督のザ・ムービーもですね、その要は、過去のシリーズ、過去のナンバリングで投稿されたビデオ、で、その、本当にあった呪いのビデオを見ちゃった視聴者さんが体調不良を訴えて、それを、クレームというか手紙で来たからそれを調査しに行こうみたいな感じなんですよ。だからこうシリーズをこう連番で追っていくと非常にこう、まあ楽しめる一面もございますし、そこに関しての徹底的なリアリズム、これ中村義弘監督非常にこだわられたことだと思うんですけど、そこが非常にやっぱ面白かったわけなんですね。で、今回の100本目もまさに僕の好きなスタイルの本当にあった呪いのビデオだった、ということが一つ、言えると思います。はい。で、順を追ってですね、僕がどういう風な気持ちで見ていたか、どういうことを思ったかというのを話していきたいと思いますので、ここからネタバレあり、というところですね。なるべく革新的なことは避けるので、この段階でまだ全然興味ないという方は最後まで聞いてって劇場行ってくださいっていう気持ちではありますので、もちろん僕の話聞いても楽しめるシリーズ、1本になってるので、ぜひ、話最後まで聞いてってくださいね。でですね、もう僕も久々に本物の新作を見るぞということで、まあ始まってね、ブロードウェイさん、おなじみのブロードウェイのロゴがバーっと入って、おー、懐かしいななんて思いながら、まあいきなり投稿映像から始まるわけでございますね。で、ママさん、バスケかな、バスケをこうやってる。で、最初に思ったのが、あれ VHS の画質だみたいなね。まあ2023年でございますから、ちょっと98とか僕見直したんですけど、決して VHS の、映像ではなくてですね、だいたいこうスマホで撮ったよとか普通のビデオ撮ったよ、いや綺麗な、映像、アスペクト比も16対9みたいな感じのものでやってるんですけど、今回はあれと、なんか VHS だなと、画質も荒いな、みたいな、感じで始まるわけでございます。で、中村義弘さんのですね、おなじみのナレーションが入って、この途中のね、バレーのシーンで途中で不可解な映像が映り込んでいると。で、なんか真っ赤な場面になってわらららみたいなやってった時に、ナレーションで、これは、なんとかなんとかの霊が映り込んだとでも、まあ、もちろんこの後言うのだろうか、なんですけど、言うのだろうか言わないで、監督の声で、別の監督で、若い監督の声で、はい、一回止めてもらえますかみたいな。はい、OK です、みたいな。ちょっと待ってくださいね、みたいな。あれみたいな。もう僕がイメージした本のろの、まずこの、まあ、台紙の壁が、打ち破られるじゃないけども、ちょっとメタ的なというか、普通にこう投稿映像を見てる、いつもの本のろだと思っていたら、それがまず壊されていくところ始まると。で、中村義弘監督が何を言い出すかと言いますと、俺これ見たことあるなと。この映像を、なんか昔見たことあんだよなって言い出すんですね。で、この映像は何かというとですね、このママさんバスケットをやってる試合をずっとも撮ってるんですけども、途中でプッと、ビビッとノイズが入って、真っ赤な画面になると。で、そこになんかまあ、神社というか神棚、鳥居みたいなものがわーって映って、で、なんかお面みたいなものが映って、で、なんか面玉みたいなものがバーって映って、みたいなものがなんか16秒ぐらい、わーっと映り込むと。で、中村監督が、おかしいな、これ俺が担当してた頃のやつなんだよな、これ一回来てると思うんだよね、って言って若手のディレクターが、探すわけでございます。するとですね、99年、当時、とある投稿者から送られてきた映像というのがまさにそれだったということがわかるわけですね。ただ、その、投稿者が送ってきたのは子供で、男の子で、お母さんの VHS を勝手に送っていますと、投稿しておりますと。で、それでその後お母さんにバレちゃって、その VHS を返すことになっちゃうわけなんですね。それで中村監督が当時99年にその VHS を送り返しちゃったもんだから、この VHS がないと。原本がない。で、なぜか2023年になってからまた映像が送られてきたと。しかも違う方法で、ということなんですよ。ほーと、なるほどと、100回にね、ふさわしい、99年の1回目のあの頃の時代に戻るんだ、というところが、まあ、またね、いい演出でございまして、まあ、節目としても素晴らしいしですし、あとですね、これ、この映像がどうして送られてきたというところが重要なんですけども、投稿者がね、いて、で、この投稿者の人は iPhone で、なんか、歩いてたら、エアドロップで、なんか、急に入ってきちゃったと。で、あれって見たらその映像だった。で、その iPhone の映像を今回、会社に送ったという展開なんですけども、エアドロップというのは、まあ、もう我々おなじみ iPhone 使ってる人であればね、絶対一回使ったことある、便利な機能ですよ。で、それだけじゃなくて、そのエアドロップで送った映像が VHS の映像だということが非常に重要だなと、思いました。やっぱり近年ね、J ホラーうんぬんかんぬん言われておりますけども、やっぱりまあ、リングから始まるこの VHS、呪いのビデオというところの形式についてですけども、やっぱりテープに残る、ものというのが、やっぱり、一番リアリティがあるというか説得力があるんですよね。この VHS のテープに刻まれる怨念なのか呪いなのかというところが非常にこう、まあロジカルというか、そこがやっぱり非常に重要で、これが変わってですね、まあサブスクで呪いの動画が回るとか、YouTube の URL で、呪いの動画が回るってなるとなんかちょっとピンとこないというか、やはり、テープによって刻まれるというところが非常にやっぱり説得力を持つと、各所で私、言わせていただいてますけども、このやっぱりその昔の99年代のまあテープ、そして今の最新のエアドロップで、エアドロップというのはもう気軽に誰かに送れてしまう。たまにほら電車乗ってるとさ、なんかエアドロップ受け入れますかみたいな出るじゃないですか。で受け入れないって押したりとか、なんかあんでしょ、エアドロップ痴漢みたいなのがね、なんかエッチな動画、画像化とか動画を電車内で送りつけたりとかってするっていうのを、まあ、たまに聞いたりするんですけど、その現代のエアドロップというこの便利への恐怖みたいなものと VHS の恐怖というものがもううまく混ぜ合わさってると。で、この段階でですね、もう僕は、もうこの、ある意味この J ホラー火付け役だったリングあたりからこの VHS 怖いというね、90年代から2000年代初頭のですね、時代が一個あって、で、今そこが何十年経った時に、2023年に今どうやって怖いホラーを作るんだ、撮るんだと。で、呪いのビデオというタイトルがもうついてますから、ビデオというもの自体がもうなんなら Z 世代にはピンとこない。この時代にどういった怖い表現をするのかというところがやっぱり課題になってきてるわけですよね。そこで中村義弘監督がやっぱりその折衷案を取るというのが、やっぱり素晴らしいなと。はい。やっぱりその VHS、昔の VHS が例えば屋根裏から出てきましたとか、おばあちゃんの家に行ったら懐かしいの出てきて、それ再生したら怖かったとか、そういうこともできればできるんだけど、やっぱりそこにリアリティがないというのが、やっぱりまあ難しいところだなと。そこに関してですね、やっぱり中村義弘監督、まあ素晴らしくやってるなというところで僕はもうまずガーッと引き込まれたわけですね。で、じゃあこのね、投稿映像、一体これは何なんだと。誰がエアドロップで何のために送ったのかと。で、このテープが99年の段階で見つかってるということは、その間どうなってたのかということを中村義弘監督を含めたチームがですね、みんな一生懸命調査して取材して聞き込みして探し回っていくわけでございます。で、その過程の中で、どうにか本人には会えなかったけども、その繋がる誰かに会えて、そこから取材をして繋がってって、で、この人がどうなってってということがどんどん明らかになっていくという構成でございます。で、これがさっき言ったまあ、残影と同じような形なんですね。で、そこでやっぱり僕がやっぱりすごく重要だなって思うのが、やっぱりですね、伏線というか、断片的なものをやっぱりこう、小出しにしていくのがこのやっぱシリーズの面白さで、最初見ていくことにはやっぱよくわからない。だからその真っ赤なこうね、鳥だとか目ん玉だとか、お面だとかよくわからないんだけども、紐解いていくと、あ、こういう意味だったのかと。で、この VHS の、そういうのパワーがあるのねって思った時に、で、これで完結じゃなくて、やはりこれを、じゃあ誰が何のためにやってったのかということがどんどん分かっていく。で、この感じはですね、やっぱりミステリーに近いんですよね。推理小説を読んでるような感覚。で、これがやっぱり鳥肌ものにこう繋がっていく。断片的でよく分からなかったものが、どんどん分かってきて明らかになってくるごとに、一枚一枚めくるごとにですね、うーわーと鳥肌が立っていく。この積み重ねがやっぱ凄まじいわけでございます。はい。で、特にこのですね、取材のまあ、シークエンス、がいくつかあるわけなんでございますけども、やっぱり徹底したこのリアリズムをですね、守っている監督でございますから、やっぱりそこも素晴らしくて、生々しいんですよね。監督、その会社にいる監督さんとか取材を受ける側の人とかの反応とか態度とか言い方がやっぱりもう全くセリフに聞こえないし、もうリアルに本当にその場で起きてるんだということが非常にまあわかるし、あとですね、やっぱりこのコロナ禍に作成された100本目みたいなんですけども、やっぱりついこの前まで我々感じていたコロナの驚異的なね、未知のウイルスだったということが、やっぱりこうもう地続きにつながってくる感じもやっぱりうまいというか、なぜこの2023年100本目を劇場でやるのかということにちゃんと意味があるようになってると。で、それは決してさっき言ったその VHS とエアドロップの、VHS だけ撮ったら別にリアリティがないみたいな話と同じで、そこにエアドロップを混ぜてるのと同じでですね、昔からあるこの疫病とか伝染病みたいなもの、でまさに僕らが今も直面しているコロナというこの問題ですね、ここにやっぱりホラーというものをつなげてくるというのがうまいなというか、やっぱりこの社会、今我々が生きているもののもう鏡としてね、でこの、本当にあった呪いのビデオ100というのは怖く出来上がっている、そこのやっぱり徹底したリアリズムみたいなものがやっぱり半端じゃないなと、はい、思うわけでございますね。そしてですね、やっぱりこの見せ方としてうまいなと思ったのが、そのママさんバスケットにある途中でね、出てくる赤い呪いのビデオのパートですよ。16秒あると言われている映像。これをですね、見せないんですよ。で、テロップで、このね、映像を直接的に見せることはちょっとリスクがあるから見せれないと。静止画だったり、通常再生でなければ呪いを受けないということが判明しているので、静止画によって皆様にお伝えしようと、いうテロップが出るわけなんですよ。それでこう、6枚ごと静止画が6カット出てくるんだけど、もうね、その静止画がまず怖いんだよね。そのビジュアルショックみたいなものというか、そこのセンスみたいなものがまあ素晴らしくてですね、そのカットごと見ることが怖い。要は想像力かき立てられて、これがどういう動画になるんだろうと、動いたらどうなるんだろうところかき立てるとか、まあ、うまいわけでございますね。はい。で、僕がですね、感動と恐怖で泣きそうになったというのは、まあ、クライマックスと言えるのでしょうか。この、呪いのビデオがですね、原本の VHS が、とある民家にあると。で、そこに行こうという展開になるわけですよ。で、このね、前置きもすごい良くて、この、中村義弘監督じゃない、若手のディレクターさんが鍵をね、もらって入れることになったと。で、その時昼間なんですよ。で、中村義弘監督に電話をして、ちょっと来れませんかみたいな。したら中村監督、ちょっと俺今あるから、いろいろあるから、ちょっと後日改めて行かないみたいな。今からだと、夜になっちゃうよ、みたいな。したらその若手が、いや、夜の方がまあいいじゃないですか。ね。本当にあった呪いのビデオですから、夜のがやっぱ映えますよ。みたいなこと言うと、監督が電話越しでね、違うよと。それは心霊 YouTuber と変わらないじゃん。みたいな。心霊スポット行く YouTuber と一緒でしょって。本当にあった呪いのビデオっていうのは、ビデオを探しに行くっていう過程が取れればいいんだから、そういうことじゃないんだよっていう論争が入るんですよ。で、そこがやっぱね、すげえ良くて、この、要は若手のね、やっぱそのディレクターとかって、やっぱ肝試し感覚でというか、その心霊スポットに行くような感覚で、行こうとしてる。でも、監督自身はそれが本物じゃないだろうと。検証が本物なんだよっていうことを言うと。これこそやっぱ本物の真髄であるというか、魂であるなと思いました。で、その時に僕はやっぱり、やっぱり本物とかの面白さ。まあ、もっと言えば中村義弘監督のホラーとしての、作家としての面白さって、で、ジャンプスケアがあるとか、幽霊が実際出てきて襲ってくるとか、アタックがあるとか、そういうことではないんだなと。つまりその、恐怖の真相、真実を求めようとする、その、経過ですね。途中経過。このプロセス自体が、このドキュメンタリー性です。言ってしまえば、このドキュメンタリー性こそが、怖いし、恐怖なんだということが、わかるというか、そうだったなって、俺それでやっぱ怖がってたよなって。っていうか、それが本物の魅力だよなってすごく思ったんですよ。で、やっぱりその心霊スポット行ってね、まあ、やらせだろうがやらせじゃないだろうが、いろいろこう、わーとか、何か声が入るとか、幽霊が映るとか、わーってその場の人が、ね、リアルタイムでその撮ってる時に何か怪奇現象が起きて、このわーって脅かされて怖いとかっていうのは確かに怖いんだけど、やっぱそうではなくてですね、冒頭に言いましたこのミステリーとしての本物の面白さ。一つ事実が分かっていくことによって、訪れる面白さ。そして、さらにというポイント、がこの直後でございますね。はい。で、じゃあ実際ですね、日を変えてですね、改めて、中村義弘監督と若手、まあ、4、5人かが、まあ、じゃあその家に行くと。夜になってるわけですよね。で、そのお互いライトを持ってカメラ1台ずつ持って、家に鍵開けて入るわけですけども、入った瞬間から女が、うわーみたいな。今なんか奥に人がいた気がするみたいな。言うわけです。そしたら中村監督にイライラしてんの。もうね、そういうこと言わないで、みたいな。本物ってそういうことじゃないじゃん、みたいな。ビデオを探せればいいんでしょみたいな。心霊 YouTuber と変わんないじゃん、それじゃあ、みたいな。これ別に心霊 YouTuber をこれディスってるわけじゃなくて、本能としてはこうするべきだろっていう、魂をね、みんなに若手に言ってるわけでございます。はい。でも、その後入りながらもみんなで探検してる時も、うわ、なんか見られた気がするとか、誰かに見られてる気がする、うわ、怖いみたいなことを若手が言うの。そしたらそういうたびに、やめろってそういうの。VHS 探せよいいからみたいなこと言ってる。でもだんだん中村監督も怖くなってきちゃって、うわ、ちょっと待って、なんかあそこに奥に座ってるみたいなことをやるわけですよ。でね、この、大体10分くらいか15分くらいのシークエンスだと思うんですけど、僕はね、ここがね、素晴らしいなと思ってて、もうね、つまり、そのね、さっき言ったその、真実が分かっていうことを一枚ずつ、ね、ペラペラめくって事実が分かっていうことが怖さだっていうのもあるんだけども、見てる時にね、何か見てしまうんじゃないかと思うこと自体が怖い。つまりその、家の中に入って、わーっとジャンプスケアで誰かが出てくるとか、幽霊が出てくるとか、誰か金縛りに遭うとか、誰かが取り憑かれるってことも確かに怖いんだけども、そうじゃなくて、もしかしたら俺はここで何かを見てしまうかもしれない。観客として何かを目撃してしまうかもしれないという恐怖が一番怖いと。これこそ J ホラーなんじゃないかってすごく思ったんですよね。これ自体がやっぱりすごく怖いことだなって。で、特にね、言っちゃうと何も起きないのよ、その10分、15分ぐらいは。何も起きない。ただ、みんなが怖がってる。はい。怖がってて、わーとかビビってるだけで、特にそこには何も映ってないんですよね。なんだけど、異常に怖い。この不安と恐怖、そして、あ、これが本能だよな。これが恐怖だよなっていう、この感動で、僕がぐーっとね、もう押しつぶされそうになって、もう本当にうーって、うわ、ちょっとやばい、これやばいもの見てる俺は、みたいなところでもうね、涙がね、出そうになりました。はい。で、さらにその後ね、でもVHS が実際見つかりましたと。で、その後なのよ。その後に、別に誰かが呪われたとかじゃないんだけども、実際その時に撮った、民家に入って VHS 見つけた、その映像ね、見てみると、映ってたということがわかるわけでございますね。はい。ちょっとしたその、あ、なんかいるとかってみんなが言ってて何も映ってないと思ったら、多くの廊下のとこの端っこのところに人がこうやっていて、こうやってふって隠れるとか、3カ所くらいあんのよ、それが。そこがでも鳥肌、今喋っても鳥肌。やっぱね、それを、要は、リアルタイムで撮ってる当事者たちは何が起きてるか分かってない。あ、あそこに幽霊がいるとか言わないわけですよ。なんだけど、撮り終えた映像を編集しようとか、ちょっとゆっくり再生してみよう、スロー再生で見てみようと思った時に見つけてしまうという。リプレイと出て、お分かりいただけただろうか、なんですよね。で、さらに、とでも言うのだろうか。この鶴瓶打ち。これがやっぱりね、素晴らしい。だからこの中村義弘監督の、もう、構築してきたですね、呪いの文法、怖い映画の文法というものをフルに活用している。で、やっぱこの、現場にいた時にキャーとか言うことも怖いんだけど、そうじゃないっていう話の、根本はですね、やっぱ心霊写真の怖さにも近いわけでございますよね。写真を撮って現像して見てみたら、自分のここに手が乗っている、ここに顔がある。あの時は何も気づかなかった。当事者としては何も気づかなかった。被写体として撮られてる分には何も気づかなかった。もしくは何かカメラを撮って回してる時に何かを見つけたわけじゃない。普通に過ごしていた。でも、現像した。もしくは今回で言えば、その動画、ね、撮った動画を見返してみたときに、自分の後ろに誰かいた。自分の目先にあそこに誰かが立っていた。つまりあの時自分は何も感じていなかったけど、確かに誰かあそこにいたんだという、その後追いの恐怖なんですよね。これがやっぱ鳥肌につながるわけでございます。はい。これがゾワゾワっとする。これがやっぱりこの J ホラーならではと言っていいんじゃないかな。もっと言うと、中村義弘監督印のついた、本当にあった呪いのビデオならではのお箱芸というか、これぞ恐怖なんじゃないかということが分かってくるわけでございますね。はい。で、そのオチとしてもですね、僕はちょっと怪しいなと思ってたんですけども、通りで、あーっていうね。あれもやっぱりちゃんとある意味オチがつくというか、これあれがあることで非常にこう劇映画一本として、完結しているし、決してファンサービス、だなみたいなね。そういう映画にもなってないというところがやっぱ素晴らしかったなと、思った次第でございます。はい。はい。ということで、大体こんな感じでしょうか。ぜひですね、もし、この話、映画見に行かずにこの話聞いちゃった人、見てみてください。僕結構今肝心なところは全く言わずに、本当にとりあえず間だった中盤のところとかの事実の何がどうだったのかって話は僕してないので、ぜひ見に行っていただきたいですし、冒頭でも言いましたけど、すごく地味なのよ。地味なんだよ。すごく地味で、ジャンプスケアがあってとか流行りものじゃないよ。全然わーとかやってこないし、内臓化とか血が出てきてとかじゃない。本当に淡々と事実を分からせることで、その過程で怖がらせるという、この真意というかですね。これがやっぱり恐ろしいと。はい。だから地味なんだけども、やっぱこれがね、僕はね、やっぱツボすぎて、もう、近世にガンガン触れました。はい。なんで、もうちょっと言っちゃいますけど、今年ちょっとね、ベスト級だなと、個人的には思ってます。少なくともホラーの中では、ちょっとダントツかもしれないというね、ある意味。これ決しておすすめという意味じゃなくて、僕の人生、この、32歳ジャガモンド斎藤として、見た時のベストという意味での1位と言っておきたい。要はみんなにね、おすすめの1位だよというわけではないよ。トップガンマーヴェリックとかあるあるみたいなことじゃないから、そういうことじゃないんだけど、これはね、やっぱ忘れられない一本になったなと、個人的には、大感動、しております。はい。ということで、ちょっとね、僕全然最新まで終えてないもんでございますから、ホンノロは。もしホンノロガチ勢の方がいたら、今回のこの100にね、近い、劇場版の僕の好きだったこの100に近い、これもおもろいですよ。この感じも好きじゃなんじゃないですかみたいなナンバリングがあったら、ぜひですね、コメントで、書いていただけたら幸いでございます。できる限り、見れたらいいなと思っております。はい。ということで、なんとね、100回目ということで、おめでとうございます、本野さん。そして、中森義弘監督、カムバックありがとうございます。ね、構成素晴らしかったです。はい。はい。ということで、いかがだったでしょうか？面白かったら高評価、チャンネル登録、そして通知ボタンね、押していただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。まあ、気づけばですね、ちょっと言い忘れちゃいましたけど、清水崇監督のみんなの歌、忌怪島もあったしね。で、中田秀夫監督の禁じられた遊び。で、白石浩二監督のみんな大好き怖好きシリーズの劇場版。そして今回中村義弘監督の今回のホンノロ、4本ね、しっかり、今年は、この J ホラーのこの世代のですね、最新作が見れるということでございますから、全部をね、この余計なお世話で拾っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、皆さん、最後まで見てくれてありがとねー。とでも言うのだろうか。